はい、こんにちは、ゴールドです、出ましたね、GT7 が。今回はリバリーガチ勢のゴールドがですね、25周年アニバーサリーエディションの GR ヤリス特別使用車を発売日速攻で板車に塗り替えました。今回行ったのは純正の初期デカールのみで板車を作ることにチャレンジしました。過去にもね、同様に GT スポーツで板車を作ったんですけど、さっき確認したら GT スポーツが出たのは2017年だったと。もう4年半も経つんですね。早いですね。で、今回作ったのは馬娘から帝王こと東海帝王を作成しました。いや、まず手こずったのが GT7 買ってすぐリバリーを作成させてくんないんですよね。結構何レースも走らないと GT オートが解放されないという仕様で、リバリーメインで購入しているゴールドからしたらですね、国内 B 級のライセンス取るのが大変でした。はい。本来ならね、オールゴールドにしたいところなんですけど、もうそこはリバリーを解放することだけを優先してゲームしてました。まあ、ちょっと思ったんですけど、ライセンス取るのってこんなに難しかったんかなと思って。ちょっとゴールドはグランツーリスモの能力はね、リバリーにステータス全振りしてるんで、運転技術は皆目うまくないんですよね。まあ、なので仕方ない部分もあるんですが、それでも国内 B 級ってこんなに難かったんかなってちょっと思いましたね。ちょっと国際ライセンスとか取れる自信がないです。はい、今この板車はね、作成した時の約18時間ぐらいを高速で再生してますね。まあ、うち休憩時間が6時間ぐらい取ってるんですけどね。で、今回板車を作ってる時に感じたことをお話しさせてもらうと、今回のリバリーエディッターはボディのレイヤーが400枚と前作の GT スポーツの300枚から100枚増えているんですね。ボンネットのレイヤー数は150枚は変わらないんですけど、今作品は前作品にはなかったナンバープレートを自由に作成できるというところが、まあ、ポイントだと思ってます。まあ、それもね、作り方みたいな形で後日動画にできたらいいかなっていうふうに思います。この板車なんですけども、サイドボディに使ったレイヤー数は241枚で、まあ、まだまだ使えるレイヤーを余らせているんですけども、デカールをどんどん貼っていくとですね、なんか細かなバグが現れるんですね。まあ、デザインのクオリティを上げるためにデカールを微調整して、まあ、貼り合わせてるんですけど、デカールの枚数が多くなればなるほど、今まで微調整して作ったデザインが微妙にずれていくんですよ。まあ、バグというか、プレビューエラーみたいな感じなんですね。まあ、運営の人がもしこの動画を見ることがあったら、まあ、ちょっと修正できればお願いしたいなっていうふうに思いますね。あと、初期デカールなんですけど、まあ、前作とあんまり変わりなくって、同じような形ばっかりでね。いやね、L1 のボタンを押しながら動かしたら、まあ、形は変形できるんですけど、まあ、リバリーのガチ勢としてはこの同じ形のデカールをちょっとね、使いづらいんですよね。まあ、COD のような単純ないろんな形のデカールがあるとありがたいなっていうふうに思います。まあ、SVG のファイル、まあ、自分でアップロードしろよっていう意見もあるかと思うんですが、SVG ファイルをね、上げんのめんどくさいっていうかね、ちょっと素人には難しいんですよね。まあ、今作品は今のところ自分がデザインした車を GT スポーツみたいに公開することができないっぽいですね。できるんかな、まあ、実装されてないっぽいので、過去作みたいに人が作ったカーリバリーをコピーして使うことが今のところはできない様子です。まあ、いつかできるようになると思うんですが、まだ実装されていないっていう感じですね。はい、高速で再生している作成動画ですが、仕上がりましたね。まあ、SVG ファイルのデカールを使えば、まあ、すごく細かな板車が作れると思うんですが、まあ、作りたいキャラクターがない場合も多いじゃないですか。まあ、なので初期デカールでも駆使して作成すれば、このように好きなデザインができるということですので、興味ある方はぜひレイヤー400枚を使って自分だけの対策マイカーを作成してみてください。それではいかがだったでしょうか。18時間かけて作った板車ですが、まあ自己満ですけれどもね、これを見る感じいい感じに仕上がったと思います。ちなみにゴールドはこれ、TS4 なんですよね。TS5 だ
PS5 だったらあのリバリーももっとあの綺麗に映るんだったら買おうかなっていうふうに思います。それではまたね、何か面白いこと見つけたら動画にします。最後までご視聴ありがとうございました。ほんじゃね、バイバイ。